皆さんこんにちは、こんばんは、レクミチャンネル戸田です。今回ですけども、人事をヒヤッとさせるキレのある質問と、それの仕方について皆さんと学んでいきたいというふうに思います。もうね、前置きいきません。もうこれ一番大事なのは、皆さんの意見が乗っかった質問をするということ、めちゃくちゃ大事です。自分がこう思うからこういうふうに聞きたいという質問の中身の中から皆さんの考えが理解できる質問、これがめちゃくちゃに大事です。例えばどんなことかっていうと、売上が上がってるというような説明聞いた。でも一方でこっちは利益はそんなに伸びてない。それを見た時に皆さんが実際どう思う、あれ先行投資してんのかなでもいいかもしれないし、ないしは安売りして利益全然伸びてないけど増えてんのかな、これがまさに皆さんの思う自分の考えです。でどっちでもいいんですけども、自分の考えをベースに、実際それってどうなのっていう風に自分の質問をする上で、自分の意見がまずあって、それに乗せて質問をする。これはね、単純に御社の福利厚生どうなってますかとか、御社の新規事業どうなってますかっていう謎のファクトを取りに来る質問ではなくて、本当にこの人うちのこと考えてくれたり理解してくれた上で知ろうとしてくれてるんだなということが人事にも伝わりますし、何より皆さん自身が質問を通じてしっかりとその産業のことだったり、その企業のことだったり、その回答者のパーソナリティだったりをアンサーでしっかりと理解することができるようになる。なのでいい質問って何ってよく質問いただきますけども、一言で言うと、自分の意見がベースにあって、その意見をベースにしっかりと質問がなってるということ。難しいと最初はね感じること、これは何でもそうです。自転車だってそうだし、お箸だってそうです。最初は難しいと思われると思います。上手にできるようになろうと思ったら繰り返しやるしかないので、これを一つやっていただくということをお勧めしたいと思います。ただ実は意外と難しいんで、よくよくあるある失敗集というのもございまして、その失敗集についても2つご共有させていただきます。今日はだから動画1、これだでっていうのプラス2つしくじり先生なるなというお話をさせていただきます。しくじりポイントの1個目は、前置きが長くなる。これはね、聞いてる側は、おー何や謎の PR 始まったみたいに、そんなつもりこっちはなくてもね、伝わっちゃう時があります。なんでよくあるしくじりあるあるは、1個目は前置きが超長い。これはね、質問と連動する考えの部分だけ要約すればいいので、自分の中ではちょっと言い足りないなぐらいでも全然大丈夫です。そういうことで対策していけるといいんじゃないかなというふうに思います。2つ目、相手を批判やただただ攻撃するというような意図になっているケース。特にね、このシーン僕よく見るのは、学生さん同士がインターンシップで、じゃあ A というチームが発表して、じゃあ B から質問ありませんかみたいなことをやった時によく見かける光景だったりはします。要は相手を批判するため、あとはそんなに故意ではないにしても相手の評価を下げようというような意図背景が、知らず知らずのうち、ないしは故意にやっている質問。これはですね、正直聞いてる側は非常に気分が悪いですね。なんかたった一瞬のことなのに、この人の人間性どないなってんねんと若干疑問が湧いてしまったりするようなことを来たりします。もちろんね、議論はフェアにすればいいし、そのための質問はちゃんとすればいい。ただ負の感情を知らず知らずのうちに、自分の意見と自分の感情を混ぜて質問してしまう時がある。これはね、ネガティブな風に言っちゃうと、今申し上げたような残念なシーンを皆さんにお届けすることになるので、ここもね、しくじりあるあるでございます。なのでこの子はキレのある質問聞いてくるなというふうに思わせる質問は、自分の意見をベースに導き出された質問であると。その時のしくじり先生のポイントは2つあって、1つ目は前置き長くなりすぎないこと、それの対策は意見をコンパクトにしろ。もう1つは、意見は大事だけど負の感情が混同された質問は、聞いている側も非常に辛いもんがあるし、あなた自身も後でね、うーんっていう気持ちに多分なると思います。なのでこの2つのくじりポイントをですね、うまく自分の中でコントロール回避できるように練習試行錯誤を続けていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。引き続きですね、皆さんにいろんなティップスだったりとか、これは別に就活のために僕あんまり喋ってるつもりはなくて、皆さんが社会人になった後も、このルーキーはめちゃめちゃええこと聞いてくれんなっていうふうに部長に思ってもらったりとか、ないしは外部のパートナーさんに、ここの企業さんの方はやっぱりしっかりしてていい質問してくれるなとか思ってもらえる技術としても非常に有用だと思いますので、ぜひ今のうちからトライしていってみてください。皆さんがですね、良きキャリアの選択されること、ないしは就活おもろかったなというふうに思っていただけることを、日々お手伝いできればと思ってます。これからもよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。